こんにちは、内定率 100% の就活塾ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。就職難易度の動画で学生に人気の高い業界は倍率が高いということでしたが、人気の業界はどの業界ですか？こちらに回答していきたいと思います。これに関してですね、ユニスタイルさんが20卒の学生約7万6000人と21卒の学生約2万5000人に対して取ったデータを元に作成した志望業界のデータがこちらになります。見ていくとですね、1位がメーカーの中でも食品、医薬品、それから生活関連のメーカー、そういったものが入ってきてますね。それから2位が商社、総合商社とか専門商社が来ていて、3位がまたですね、メーカーですね、自動車、機械、電気系、素材系と、そういったメーカーが入ってきています。で、4位に IT とか情報通信が来て、5位に金融保険で、6位にコンサル、シンクタンク、こんな感じで入ってきているようなランキングになっています。見ていただくと分かる通り、20卒と21卒で多少の変化はあるものの、あまり変わらないということが分かると思います。20卒と比べると21卒はコンサル、シンクタンクや外資系企業、そういったところのですね、人気が高まっていて、逆にですね、人材、教育、運輸、物流、それからエンタメ、レジャー、そういったところの人気が若干下がっているということが分かると思います。ただですね、そこまで大きく順位の入れ替えがあるというわけではないというのが印象ですので、22卒、23卒の方にとってもこの人気な業界の傾向は続くんじゃないかなというふうに思います。とはいえですね、人気の業界ということは分かっているけれども、それでもやっぱり受けたいと、そういうふうに思っている方はですね、その業界に向けた対策をしっかりしていく必要がありますし、一人ではその業界に内定するために何をしたらいいか分からないという方であればですね、ぜひですね、ホワイトアカデミーの無料相談会をご利用ください。では今日は以上です。ありがとうございました。